いろんな事実が世の中にあるもんで、私もね、はばかりながら今こうやってちょっと余裕のある暮らしを送ってるんで、やっとですね、世界のそういった飢餓とかね、貧困とかに目を向けられるようになりましたけども、それまでは自分の貧困に、本当に足を引っ張られてね、何も考えられなかったですね。少しずつこれからね、そういったことにも意識を向けていかないけんなというふうに思っております。まあこんなね、ちょっと重々しい内容だったんですけども、今回ね、中井さんが YouTube 聞いたりとかね、音楽とか見てるんですよ、映画見てますよっていうんで、私もね、映画ちょうどね、むちゃくちゃ見てる時期なんですけども、テーマとしてはこういうちょっとね、重々しい内容を扱って、でもこの地上ではこんなね、生まれた場所がたまたまここだったから、そこだったからということで、すごく悲惨な人生を送らされている人がいると。しかもそれは先進国の犠牲となっているところで、もしかしたら間接的にね、私たちも加害者になっているんではなかろうかという、まずそういう意識を持たないといけないな、知ることを、関心を持つことから始めないといけないなと思いまして、まあ映画からなんですけどもね、見ていこうかなと思っております。またね、楽しい話題もお送りしたいと思いますんで、今日はちょっとね、そういうことでご勘弁ください。最近はこの3つの DVD を買って、まだこれから見るんですけどね、いやー、なんかね、勇気がありますね、こういう話題に触れるのは。ということで今日は以上でございます。またメッセージください。会えるのを楽しみにしてます。